着きましたね。はい、今日はね、多分この町で一泊して翌日に次の町に、ね、移動できたらなと思っております。出口どこだろうね。本当に予定通りでしたね。7時25分着だったんだけど、7時26分着だったんで、ほぼ予定通り。すごいっすね。ディマプールね。ここはディマプール駅ですね。はい、僕は今無事にディマプールの駅に着きましたね。本当はね、コヒマまで行きたいんだけど、今日は日曜日なんで、キリスト教徒が多いこの辺の州は日曜日は乗り物がすごい少ないらしいんですよね。なのでもう一泊して次の日移動しようかなと思います。はい、無事に宿チェックインできました。結構ね、やっぱ外国人っていうこともあって断られることが多いみたいですね。何件か断られたんですけど、1件泊まらせてもらえたとこあったんで泊まらせていただきましたね。こちらの部屋で600ルピーなんで、日本円で900円ですね。こんな感じの部屋ですね、1泊600ルピー、もうね、入り口にね、値段表記されてたんで、もう下げようがない感じ。はい、まあ泊まれるだけありがたいなって感じですかね。はい、でこちらがトイレね。シャワーはない。あれですね、バケツ式。これで600ですね。歯ブラシついてるわ。はい、まあまあ明日の朝には出るんでいいんじゃないかな。はい、皆さん、龍斎です。おはようございます。今僕はね、ナガランド州のディマプールという町に来てます。今からコヒマの方に移動しようかなと思っております。シェアタクシーでね、移動できるそうなんで、シェアタクシー乗り場まで歩いていこうかなと。多分ね、ぼったくられる気がするんだけど、頑張って値段交渉しようと思います。では行ってきます。カバンを上に乗せました。席どこなんだろう。とりあえず座ろうかな。はい、無事にコーヒー前に到着しましたね。だいたいディマプールから3時間ぐらいジープに乗ってやってきました。今から乗り換えて次の町に向かおうかなと思います。コーヒーまでね、朝ごはんというかお昼ごはんというか、今11時なんですけどね、ご飯ですね。めちゃくちゃおしゃれで、びっくり。台湾ビーフヌードルがあったんで、それ頼みました。すごいね。いただきます。おいしそう。皆さん、やっとね、僕宿がね、決まりましたね。後ろの黄色い建物なんですけど、僕ね、今インドのナガーランドのキサマっていうね、小さい町ですね、来てます。ここでね、あさってからね、お祭りがあるんですよね。はい、そのお祭り目当てに、はい、やってきたんですけど、宿が本当になくて、まあお祭りだからすごい苦労したんですけど、なんとかそのキサマっていう町のさらに上の方でやっと宿を見つけることができました。多分だけど、お祭りがある2週間ずっと滞在しようかなと思ってるんで、いろいろと発信していけたらなと思います。ただやっぱ電波の状況が不安定そうなんで、ライブ配信っていうライブ配信はできないかもしれないんですけど、何かしらね、発信できる形を作っていけたらと思います。こちらがね、今日僕がお世話になる宿ですね。結構寒いんですよね。今僕フリース着てるんですけど、夜はなんか5度ぐらいまで下がるそうですね。日本と一緒ぐらいかな。寒いからとこれを用意してくれましたね。はい、あったかい。あとなんか知ってますかね、
アムラ、渋い栄養満点のフルーツ、渋いやつですね。はい。水とか、あと、こちらはお湯だそうですね。うん。そうそう。多分これ星空すごい綺麗そう、ここ。めっちゃ子供泣いてる。かなり山の上の方なんですよね。こちらがポーク。これが何かわかんない。チリペーストかな。で、お米。ポークと、なんか野菜と、はい。ナガーランド。ご飯ですね。いただきます。おはようございます。龍斎です。朝だ。朝日を見に来ようと思ったけど、起きれなかった。朝ごはんいただきます。あ、オッケー。What is this name? 恥ずかしいみたい。うん。何やろ何やろ。スープ？This is soup. Yeah, soup. Like a dal? No, no.ベジタブルスープ。うん。な、ネーム？ブポリ。コビ。ん？ This is コビ。コビ？あ、yeah. あ。コビスープ。コビスープ。Yeah. コビ。あ、アルゴビのゴビかな？ゴビ、ゴビ。ゴビスープ。うん。コビスープ and this is ポテトフライ。ポテトフライ。This is fermented fish pickle. あ、フィッシュピクル。Yeah.Mixed with broad leaves. Hmm. Okay, okay. And from fish. And this is our local pork style. Okay, name? No, is this local name? Yeah, tabotsu. Tabotsu? Tabotsu. This one? This is. Kochetatu. Kochetatu. And this one? This is. Alu fry. Alu fry. English. Yeah. And the. Gobi ganlua.ゴビガルワ、うん、ゴビガルワ、うん、OK、yeah. Your language? Yeah, yeah, our language OK, OK, OK And rice? Rice, Kutie 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 OK How to say good taste? Huh? Good taste, oishii, good taste? Chubise 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 Yes, yes OK, OK Chubise Thank you ありがとうありがとう、ありがとう食後の散歩です。食べ過ぎた感じ。めちゃくちゃ食べ過ぎた気がする。うん。でもご飯めっちゃうまいっす。豚肉最高だ。え、桜かなこれ。綺麗。桜っぽくない？桜だよね。豚ですね。処理しております。教会。ここはね、ホーンビルフェスティバルの会場なんですよね。太鼓の音聞こえる。うん。ここは入れないのかな、でもまだ。入れた。ここが明日のメイン会場になるっぽいね。今練習してます。すごい。本気のフェスタ。会場のなんか建物がいっぱいある。変わった建物。面白い。壁の模様がかわいい。はい、というわけで僕は今ナガーランド貴様にあるホーンビルフェスティバルに来てますね。明日から開催ということなんで楽しんでいけたらなと思います。まあライブ配信できるかちょっとわかんないんですけど、もしできそうだったらライブ配信していけたらと思います。で、まあできなかったらね、こうやってまた動画を作って
アップしていけたらと思います。最後までご視聴いただいて本当にありがとうございます。チャンネル登録とかもしていただけたらとっても励みになります。あと評価ボタンも押してくださいね。ではでは失礼します。